はい、どうもこんにちは、こんばんは、さようなら、ドラジローことドラと申します。今回はですね、前回の失敗したところを今度は成功させに行きたいと思います。まずはね、ハートのかけらを取りたいなと思ったんで、かけらを取りに行きます。まずここにちょっと咳が失礼で、こいつらをね、尻尾を剣で攻撃します。まだ剣がね、勇者の剣だった場合はゴロンのパンチでやってください。おしまい。押せる。あ、で、これが宝箱です。いや、ハートのかけらです。やっほー。あ、あと一つかならね、こっちは昼の1時まで また待たなきゃいけないから、うん、多分今回で最終回だと思います。ハート18かな。またもちろん長々とやるつもりはないですよ。前回やったところは葛藤でお送りします。まずこっち来るんですよ。一応金も持っとこう。あれ、あれ、あと20ルピー。どこ行った。本当はあと20ルピーあるはずなんですけど、なんかね、読み込めてないバグが発生しました。もう寿命かな、このカセットも。で、ここに入ります。天文館。で、これをですね、そう、こいつこのなんかフリーズナッツをね、ずっと追いかけていくんですよ。そろそろこっち行っちゃうかと。追い越すぞ。早いんだお前。目的地はここ。来た。これを見て、この辺に穴があるはず。あった、これ。いるから喋る。あ、あんた。どうしよう。一回買わないすると、うん、負けてもらえるんです。絶対これドラえタケコプター真似とるやろこれ。じゃあね、もうやることなくなったんで、
カーフェイトと出会ってアンジュさんにペンダントを渡すところまでカットします。はい、やってこれました。またまたボイ。じゃあね、ここで3日目にするんじゃなくて、所定の場所で3日目の夜にしましょう。イカナ渓谷のね、イカナ渓谷。危なかった。イカナ渓谷、違う、話すことがあるんですけど、シーズン3はね、縛りをつけてプレイします。はい、それだけです。その内容はね、軽く説明しとこうか。まあね、普通に縛りをつけてプレイしてて、イベントシーンはね、全部カットします。さすがにシーズン3まで来てね、イベントを見るのは皆さんも嫌でしょ。だからね、イベントシーンは全部カットします。あと自分の実況シリーズの中では、パート19を迎えたことがないんですよ。だからできるならパート20以上の縛りプレイ動画にしてみたいなと思ってます。あ、3日目の夜、朝になるとここにカーフェイ君がいます。で、午後になると、あそこの方からね、ここは気をつけてね、落ちるからね。見つかったらね、また失敗になるから、見つかんないようにしてください。で、これをね、裏技で入る方法あったんですけど、あ、ちょっと見て、お面が飾ってあるわよ。太陽の面だよ。フラグ。しまった。頼む、そのスイッチ本領で。なーに、踏んでいる間だけドアが開く仕組みだ。任せておけ。ドアを仕掛け、他にもあるはず。あ、お面が。
うむ。これはね、説明するより見てもらった方が早いです。ダメだ、このスイッチじゃない。そっちの部屋を調べてくれ。頼む。ん？何か仕掛けがあるはずだ。頼む。時間がないんだ。読み上げてる時間がもったいない。で、殺す。でですね、これ踏むと遅くなるから、あれ硬い。Z チューブ白い。やばい、 Z ボタンがぶっ壊れてきよる。とうとうなんてやつだこれ。仕方ないんですけど、違う、どうやってやるんだっけ。こうか、押して、これ仕方ないし、これ仕方ない。赤色のスイッチを押すとスピード速くなるんですけど、そこは仕方ないですね。ここが最後です。はい、ね、もうそんなに時間経ってねえだろうっていう感じの仕様ですね、これは。クロックタウン。今ね、猫はお昼寝してるからフリーズになる可能性は低いです。おっさんいるかな、カフェの宅に。いたら嬉しいんですけどね。へへへへ。この時点でもいないのかな。うん。速達をね、ミルクバーラッテの、カフェの探してくださいって依頼を受けたあのおばさんに直接速達をやると何かもらえます。ハートのかけらやった気がします。ハートのかけらやったのか何やったのかちょっと、また記憶がよじれてるんですけど、これ100ルピーです。100ルピーです。はい、これ待っときます。じゃあ彼が来るまでカットします。ああ、待ったボーイ。私、懐かしい匂いがする。そう、遠い昔、まだ遥か彼方の銀河系で、私たちは約束したわね。月と太陽の命を、国のカーニバルの日に交わそうって結婚しようって。嬉しかった、嬉しかった。アンジュ遅れてごめん。おかえりなさい。お、なんだ今のリプレイは。へへ、恋人同士なのにまるで親子みたい。おい、今何やったお前。ベルトコンベアでもあったんですかね。下にね。僕らは誓いを交わし夫婦になった。あなたたちは証人を、その仮面お面を持って受け取ってください。ドゥルドゥルドゥン。夫婦の面をいただいた
がいいよ。ここでね、ちょっと急いでね、遅くします。早く安全地帯に行こう。え、あんの？っていう方、実は安全地帯あるんですよ、これには。超安全地帯がね、あります。まず出よう。おい、お前、ちびっこ逃げろ、お前ら。ちびっこ何やってんでしょうかね。さあ、再突入、イエーイ。姉ちゃん。トレイル。沼山海谷にいる4人の人たち、早くここに連れてきて、連れてきて。余計なこと言うな、バカ妖精。もうあんたの思い通りにはさせないわ。まあいいや、今さらあいつらが来てもおいらにかなうわけないさ、ヒヒ。上を見な。やめる、もらもらもら、止めてみろ。あ、そっか、ここでお面つけてたらなんかね、バグかしんないけど、アイテムがね、お面の位置だけ選択できないんですよ。こいつは何アイテムをぶつけても、何も反応しないから、オカリナで、ね、2面で教えてもらったこれ、2面のボスぶっ殺した後に教えてもらったこれで、ね、これを引きます。すると、あー、しまった、ウーロン茶買うの忘れてきた。あ、もしかしたら音楽聞こえてたらすみません。キャッ、あー、ずれた。
と止まったわ。やった止まったの。姉ちゃん。ギリギリ。よかった。間に合った。巨人たちの叫びがサルギットに聞いたのね。ちょっとサルギット、あんた何とれだった。待ってよ姉ちゃん、そんなにサルギットを責めないで。トレイル、何バカタップ、あーまあまあ、バンバンぶたれてあんなら悔しくないの。寂しかったんだよ、サルキット。世界を滅ぼそうとしたのよ、ダダッコのレベルじゃないよ、許せないわよ。仮面の力がそうさせてたんだ、サルキットが使うにはあまりにも大きすぎたんだよ。身の程を知らないからよ、気はちっちゃいくせにバカんだな、ボー。確かに力を使うには荷が大きすぎたようだ。そういうバカを認めなさい。これね、奥が深いんですよ。2周目、1回こいつ、なんていうか、ラスボスぶっ殺した後に、また、ね、ここのシーン見ると、会話がね、変わってます。はい、はい。吸引開始。足がプル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 。まさかあそこに行くって言うんじゃないでしょうね。私はよ、あんた一人行きなさい。トレイルと一緒にここに残るわ。僕が行く。何言ってるトレイル、どうかしちゃったの。僕もう逃げてばかり嫌なんだ。僕がしっかりしてばスタラキッドだって。分かった、私が行くわ。しばらく見ないうちに誰かみたいに生意気なこと言うようになってたわね。マリオは何も喋ってないよ。マリオ64でね、マリオ放置してる、壁際に放置してるとタッションする、タッションするって聞いてたんですけど、あれガセかな、ガセネタかな、それともマジなのかな。ずっとね、1時間ぐらい放置してたんですけど、何も やってくれないんですよね。おい、待ても。待て待て。説明もせずに勝手に始めたらあかんよ。月の中に入ったら、こんな、なんか広い時計がない世界に飛ばされるから。でね、周り走ってるやつに話しかけます。座ってるやつは最後です。押したな、お前。あ、これコツがいるから最後に説明しよう。これはね、泣き殻ボスの、わかる？今一瞬見えたやつ。あれ？踊る輪の泣き殻をかぶったやつがいない。こいつかな？待て！うん。いや、いい天気だね。たくさんお面持ってるね。君もお面屋になれるな。ねえ、遊んでやるからお面ちょうだい。生意気なんだよ。この3つ以外のお面以外は全部プレゼントできます。ありがとう。君いい人だね。隠れましょう。僕隠れるから。お面はね、全部集めた状態じゃないといけないですよ。1面、2面、3面、4面っていう、ん？ 3 面、4面か。っていう順のね、使ってきた仮面、主に使ってきた仮面が、その試練の、あ、ワープできるよ、今。待て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 、落ちる。あ、落ちよう。諦めは肝心ですね。
一つの試練ごとにね、一つハートのかけらがあった気がします。俺はこいつよりは黄色い方が好き。届くのかこれ。しばらく待とう。そこにあるの分かるかな。そっち側にかすかに見える。で通り過ぎてぬ、今だ。これね、届いたっけ。そこ届かなかった気がします。でこのまま離すと、その面外してよ。分かってるじゃありませんか。そうだ、おばさんをやろう。おばさん、君の友達はどんな人？普通の人ですけど。読まずにちょっと A ボタン押しちゃったから、なんて言ったかは聞き取れなかったじゃないか。ここはゴロンが早いかな。待て、分かってるじゃないか。いやいい天気だね。たくさん面持ってるね君も。二面の試練だから 2個やらないといけない。ありがとう。これね、ゴロンのここ意外に簡単なんですよね。まずはね、マリオ視点で向きと方向を整えます。ちょっとなるべくまっすぐがいいです。なるべくまっすぐで A ボタンを押してスティックをまっすぐ。あー斜めてしまった。あ落ちた。しっけ。一応スピード乗ればね、なんとかいけるんだけどね。やばい。おーっとミスったか。で A ボタンだけ押してみてください。スティックも離していいですよ。どっち行ってんねん。なんだ、いいのかな。うん、なあ、ここが一番手こずるとこです。え、何戻ってきてんだよ おじいちゃん。何起きてんだ。いけるか。おおマイドッグ。こうなると思った。フラダンスかよ。マジで言ってんのかい。お、いけるか。本当はこれ止まるんです。やらかしたっていう人も実はね、一回ここで整えて、ハートのかけらは取りたい人だけ取ってください。そこにあります。何回失敗したい。あ、そっかそっか、思い出したぞ。そこまで飛ぶんだった。いけるかな。なんとか2回の失敗でここに来れたぞ。そうそう、ここで止まるんだった。一歩手前で止まったから、なんか違うなと思ったらね、
で、これは危ない。こっちです。こっちに飛ぶと5分も使ったよ、ここに来るのに。分かってるじゃないか。お前嫌いだからホラー系をやろう。ホラー系を。また呼ぶの忘れちゃった。次は武用部のお前か。待て。いやー、いい天気だね。たくさんお面持ってるね。君もお面屋になるので、遊んでやるからお面屋ちょうだい。この子は3つ、3面だから、3面のボスの亡骸だから3つです。うん、うんうん、ありがとう。隠れるから。しゃあ、どういう順番やったかな。左右左右やったかな。どげんやったかな。ウェイ、成功。見つかっちゃった。ねえ、おめえもっと欲しい。もっと。Anymore. Thank you. 正しいことってどんなこと？正しいことをすると本当にみんな喜ぶのかな？そうとは限らないよ。ねえ、正しいことをしてもね、みんなが喜ぶはずないよね。何を言ってるんだよ。で、最後のやつと。いや、いい天気だね。たくさんお目持ってるね。君も同じか。で、ここでは4面の亡骸はマリオで操作しないといけないから、ウサズキは残しときます。モアモア。Thank you. そしてウサズキンぽかな。あら、ほど懐かしい。あら、こっちだよね。こっちに目線あったから。これも説明しとった方がいいかな。あ、もうないか。これたくさんあったの覚えてますかね。こういうの。これはね、前々回ぐらいにクモの巣、スタルチュラの印を取って、お面でこうチェックすると、お面の入手場所とかヒントをもらえます。うん。お面のヒントかな。
入手のヒント。はい。どんなやつやったっけ。そうか、これこっちがいい、こっちがいい。まずは、あれこれ強いぞ。あれ強いぞ。スクリーンセーバーオッツ。これは何ですか。多分嫌でした。なんだろうな、なんか青、うん、あいや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 これは覚えてます。ボムチューと爆弾。この辺やったかな。あれをぶっ壊します。まあ、なんで20個なのかって聞かれると、爆弾屋で買っておきました。あや、だってね、なくなる可能性あったんで、ちょっと20個買っときました。クロックタウンで。あら。はい、これがね、来い、やった。こいつを撃つ。氷を溶かすだけでね、当たり判定あるから。終わりかな。終わり。もっと上げることをモットーにしてますから。おい、ちょっとマリオ下がっていってるよ、どんどん。あ、またまたまたスキップ読むの忘れてましたね。ごめんなさいね。これ3つになりましたとさ。3つになったということで。真ん中。誰もいなくなったな。俺と遊ぶか。はい。お前もうお面ないんだな。じゃあ別の遊びをしよう。鬼ごっこか。いいなぁ。そうだ、それがいい。鬼人の仮面をもらった。鬼が被る。鬼のお面？死で被ってみよう。いいか。お前が鬼だ。俺は逃げるだけだ。それでもいいよな。じゃあ、行こうか。ボス部屋でのみ使用可能です。時置かれよ、隣リンクの大クロントが持った感じですね。 Z プラス B でこれ、なんか、あ、イベント入っちゃった。
なんか変なのが撃てます。鬼人の仮面を使うとね、各男女のボスたち本当に弱いっすよ。本当に。ムジラの仮面。タイトルコールかよ。鬼人の仮面持ってない人にはこの速さがわかると思います。ちょっとダメージ食らっちゃった。ちょっとひるんでもらっとこう。おい、あとはね、Z プラス B です。お、あれだ、うんしょしょ、ムジュラの家臣。待て、ほら、 Z プラス B と普通の剣攻撃にダブルパンチみたいな、一石二鳥みたいな感じで。バイオハザードで例えるとスーパータイラント。ひるめひるめ、もうすぐで死ぬぞこいつ。行かこれ行か。はい、もう死にました。ガリガリ君美味しいよね。ハーゲンダッツので意外で考えると、バニラはどれがいいかな。スーパーカップ、いや、オーガルバニラ。チョコね、クリッシュ、抹茶は食べない、小豆も食べない、いちご味はなんか箱に入っているやつ、パルムだったかな名前は。もう冬になってますね。アイスの話してるんじゃないよ。新しい日の朝、気がついた。シーズン3は、トアプリカバイオゼロが、ある程度進んだら出そうかなと思います。あとマインクラフトは、1週間に1回か2回のペースになるかと思います。あ、でも、HD 画質やめたんで、多分もう少しやる動画更新はもう少し早くなるかなと思います。でもキャプチャー変えたらまたねえ、アップロード時間遅くなるのかな。
ミラーシールドに、フェザーソードが食い込んどる。いや、違う。今後の件か。だけど、おいらのこと忘れてもらいたかった。友達っていいよな、へへ。お前もおいらの友達になってくれるか？時岡で会ってるはずだけど。うん、ほら、これ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 、この文章。じゃあ、じゃあ、じゃあ、何して遊ぶ？ってなぁ。昨日ね、足の甲がなんか痒かったから変えてたんですけど、かけすぎて、表面の皮がむしれて、ピンク色のヒリヒリする部分が、むき出しなんです、今。すっごい痛い、ヒリヒリして。で、なんか包丁でね、晩ご飯手伝ってたんですけど、指切った。指切ったぞ。何に切って、なんか硬かったもんな、あれ。かぼちゃやったっけな。かぼちゃ普通に切ったんですけど、切った後にね、なんかね、手についてたから、手をね、振ったんですよ。ブンって。そしたらね、包丁にぶつかって、切れました。そっちで切れたのかよ、でね。一応包丁で切ったって、文法は合ってるはずかな。マリオ。マリオ。一応最終回のこのイベント長いんで、一応ね、本当はパート19にする予定やったんですけど、イベント長いとね、もしかしたら著作権に引っかかる可能性もあるから、ちょっと長くなりましたけど、まあそこはしょうがないですね。ここも紹介しねえよ俺は。ダイナミックスルーで行きましたが、ここはダイナミックスルーで、ほらこの周りにいるおっさんたちも紹介しないしね、俺はね。もう。しげお、木村、はじめ、中村、直木、森。名字と名前、逆さまに読まなくてもいいらしいですよ。なんかね、マイネームイズ、マイネームイズ岡本太郎、このらしいですよ。太郎岡本、いや岡本太郎って誰？なんか聞いたことある、ね、岡本太郎。あとお面全部集めた状態と集めてない状態のイベント最終エンディング画面が違うです。はい、ここは紹介したっけ？したよね。え、したっけ？録画失敗したか、したとこか。もうこと、ん？ダッシュ。
あ、いかん、ここカット、カット、カット、カット。すっげ、時間差だよ、時間差。時間差攻撃。すごい。俺そんなのできないよ。他にも持ってたんですけど、どこ行ったんだろうな、あれは。まあね、ゲームボーイカラーで持ってるのはたまごっちだけ。それは妹のカセットって言うんですけど、カセットなんで、いつの間にか自分のになってたっていう、ね、そういう仕様ですよ。あらららら、ゴメラやったっけ。かわいい、ポッポかわいい、ポッポかわいいよ。なんだ、白いものにめっちゃ弱い俺。白くて丸っこくね、本当に弱い俺。猫にも弱いし。トルミネギシ。カーフェに顔がね、映んないんですよね。チンクル、何やってんだお前さ、どけよおめえ。なんかね、64なんでポリゴンがね、荒ぶってるけど。ん？お友達だった？あ、なんか息子と昔レースしてたってなんか言ってたな、こいつ。か、録画失敗した時に。それか、息子か。なんだ、息子か。ちゃんと帰れんのかな、マリオは。むむむ。グッバイ。あら、懐かしいサウンドが聞こえてきますね。あ、終わったの？あ、終わった？終わったんですか？もういいのかな？電源落としてもいいかな？とりあえずリセットを押そう。しなくても。ね？お面は全部カムバックしてきます。これもちゃんと入手して、入手済みの状態で。じゃあ長い間ご苦労様でした。最終回だけを見てくださった方も今ありがとうございました。もしよければマイチャーの再生リストにね、実況中の動画とか載せてるんで見てくれたらなと思います。あとはシーズン1、2の見分け方なんですけど、再生リストに分けてます。多分自分のチャンネルじゃないところでね、見るとわからないと思います。シーズン1と2の違いがね、題名が全く違いますからね。じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。